地方復興チームとは大規模な戦闘終結後の治安の悪い地域での復興を助けるための国外勢力による組織であり、アフガニスタンとイラクに個別に存在する。2001年末、あるいは2002年初頭にアメリカ合衆国政府によってアフガニスタンに創設された組織が最初であり、軍人や外交官といった復興活動の専門家からなる部隊によって、 治安の不安定な状況下での復興活動を目的とする。その後イラクでも作られ、2008年現在も両国で活動している。いずれの PRT も理念と目的は同じであるが、組織構成と任務は異なっている。現地政府の国土統治能力を高めることを共通の目的とする。地域復興チーム、地域復興支援チーム、 地方復興支援チームとも呼ばれる。PRT は、もともとアフガニスタンの首都カーブル以外の地方における復興活動を促進する目的で米軍によって創設、運営されてきたが、アフガニスタン復興支援活動への NATO の参加を受けて、いくつかの PRT の指揮権は米国からイサフカのこれらの国々へ移譲された。 アフガニスタンで展開する PRT の配置 PRT は軍人、文民警察顧問、米国政府の外務省の代表者からなる。米国の率いる PRT には大抵、米国国際開発庁、米国国務省、米国農務省、米国司法省の代表がいる。彼らはパブリック、ディプロマシーと広報要員により支えられている。アフガニスタンの PRT は 多くが、中佐階級の軍人によって指揮されており、民事部隊と護衛の周兵小隊を率いている。一般に、スタッフは1部隊につき80人から100人である。特定の政府機関や組織が主導するのではなく、PRT の方針を決めるのは、米国の政府職員と米軍の司令官が組織する、対等な委員会が、すべての協力機関から専門的な意見を引き出す。 ことで行われる。アフガニスタンでの活動は、中央政府の統治地域を地方へ拡大させていく、ことに重点が置かれている。イラクの一つの PRT は、その長はアメリカ国務省へ報告を行う文民であり、副長は一般に軍人である。チーム内に民事担当職員がいる限りは、文民の方が軍人より多い。PRT の機能は、司法から、 再建と開発、農業、行政にまで及ぶ。いくつかのイラクの PRT は、同じ施設内の旅団戦闘団に組み込まれている。BCT は、文民チームの安全確保の責任を負っている。アフガニスタンとは、対照的にイラクの PRT が重点を置くのは、地方自治における政府の統治能力を構築することで、ある。PRT は2006年10月5日。 以来、NATO の率いるイサフのミッションの一部であった。最初の PRT は、アフガニスタン共和国、パクティア州のガルデーズでのもので、米国特殊部隊、A、チームと同居していた。民事部隊は、現地人や、部族長と毎日のように接触していた。米陸軍第82空挺師団第504、不評連隊、第2大隊からの文献隊が、 敷地内と周囲の安全を図っていた。2003年2月1日にこの PRT が完全に稼働した時、トーマス・プラスターは唯一の文民だった。3月末に元米陸軍中佐、ランドルフ・ハンプトンが加わった。ハンプトンはパクティアー州、ホースト州、ガズニー州の全地域における学校と病院の再建を監視する。 米国国際開発庁との契約で働いていた。100-125フィートの泥壁で囲まれた敷地は、105ミリロケットや対戦車敵団発射等などによって35回以上の攻撃を受けるなど、安全確保は常に課題であった。この PRT の主導権は、アフガニスタン全土に及ぶ復興と和解のプログラムの目的のために、ほとんどの修繕域に拡大されてきた。 最初の PRT は将来の PRT のアフガン全域における主導権に重要な土台を作った。大多数の米 PRT 要員の訓練はノースカロライナ州フォートブランクで行われ、この訓練は PRT の訓練を専門とする第189不評旅団によって監督されている。第158不評旅団を含む他の部隊は PRT を12チーム一組として同時に訓練する第189不評旅団の応援をしている。この訓練は場所にかかわらず6週間から3ヶ月であった。2008年11月現在、アフガニスタンには26の PRT がおり、それらは米国かイサフ三カ国のいずれかに指揮されている。PRT に使用されているアフガニスタンの軍事基地の一つ、 北部マザーリシャリーフ近郊のキャンプマーマル建設中のキャンプマーマル本部はマザーリシャリーフにありドイツ連邦陸軍が統率する5つの PRT がその指揮下にある本部はヘラートにありイタリア軍が統率する2008年11月の時点で4つの PRT が指揮下にある2006年7月31日イサフがアフガニスタン南部における 指揮権を引き継いだ。本部はカンダハールにある。2006年11月1日、オランダ軍がカナダ軍より指揮権を引き取った。ここでは4つの PRT が指揮下にある。2006年10月5日、イサフはアフガニスタン東部の全 PRT の指揮権も引き継いだ。本部はバグラムで米軍が率いる。ジャララバード近郊の農村地帯で河川改修。 用水路整備等の活動を行っているペシャワール会によれば PRT の粗雑な護岸、用水路工事より整備された設備は早期に崩落し、事態をかえって悪化させたと批判している。イラクの PRT のコンセプトは2005年にアフガニスタンから持ち込まれた。その年には10の PRT がニーナワー県、タミーム県、サラーフティーン県、ディアーラー県、バスラ県、 ジーカール県、アルビール県、バグダード県、アンバール県、バービル県で設立された。2007年のイラク戦争への米軍の増派の一部として、PRT の数がイラク全県をカバーするために拡大された。さらに、サブプロビンシャルレベルの自治体と連携するために活動するイプトがある。2008年までに13のイプトを含む31の PRT が イラク中に創設された。ありがとうございます。